お、このタイミングでメタスコアが出ましたっていうところで、メタスコアを見ていきましょうか。で、皆さん、メタスコアは具体的にどれぐらいかと思いますか？ぜひね、予想してください。で、こちらに関しては、なんとね、これは多分ね、予想できた人いないんじゃないかなと思っているんだけど、まさかの74スタート。で、本編に関しましては、メタスコア87点となっておりまして、それこそね、テイルズシリーズ作品の中でも、最も評価が高い点数でした。本編に関しては。一方で、やはり DLC に関しては、結構ね、出た当初から不評な意見が目立っていたんですが、まあ、やっぱり74か、っていったところですね。で、ここからおそらくね、徐々に下がっていって、他のゲームと同じような傾向であれば、最終的に70切ってくる可能性もあるのかなといったところでございます。まあ、これはね、なぜ、こんなに低くね、出てしまっているのか、っていったところですが、今ですね、横のパソコンで DLC のレビューを見ているんですが、8時間のストーリー、40のサイドクエスト、ゲームに新しいメカニズムはないと、ストーリーに基づいたいくつかの新しい敵が登場しているが、ぶっちゃけた話、まあ、そんななんか見新しいものはなく、ストーリー自体も短いので、まあ、正直期待外れだった、みたいなコメントがついてますね。で、他にもですね、特になんか積むような要素だったりとか、探索要素もね、あるかと言われるとそうでもなくて、トロフィーは、追加されているものの、ただ一方で、さっきも言った通り、ちょっとボリュームが全体的に少なすぎるといった意見などが目立ってます。で、まあ、サイド含めると、だいたいボリューム的には20時間ぐらいは遊べるんじゃないかなと思いつつも、ただ本編自体は、ムービー含めて8時間程度。で、早い人だと、6時間ぐらいでクリアできた人もいるみたいだから、初見で。で、まあ、ゆっくりプレイしてても、10時間もあればね、クリアできる内容となっていることから、まあ、単純にその、ボリューム的にはまあ、いいんじゃないかと、いった意見なども出てる一方で、要するに、値段と内容が見合っていないと、いった意見が、メディアから出ています。で、メディアからも出てる一方で、ユーザーサイドも、おそらく同じようなことを考えているかと思いますので、なんか、すぐ終わったな、みたいな、感じじゃないでしょうか。まあ DLC なんでね。まあ当たり前っちゃ当たり前ではありますが、ただそれだったらもうちょっと値段安くしてくれよと。で、さっきもレビューにあった通り、目新しい要素が追加されたわけでもなく、で、新キャラが使えるわけでもなく、で、何かトピックスがあったわけでもなく、まあ単純にストーリーの延長であるといったところがね、今回の問題点として上がっているみたい。まあここはね、本当に賛否両論あるかなと思っておりますので、ぜひ皆さん、どう思ったか、どう感じたか、コメント欄で教えてください。よろしくお願いします。ただ、それにしてもメタスコア74はちょっと低すぎるよな。なんかもうちょっと、高くてもいいというか、まあ本編自体がね、結構高評価で、それこそテイルズ史上最高レベルの高得点と、こちらのアライズはなっていたことから、まあそれだけね、期待が膨らんでいたって背景もあるのかなと思ってる一方で、まあ確かになんか良くも悪くもストーリーを楽しむだけになってしまってるから、なんかこれだったら無料アップデートとかでもいいんじゃないかとか、で、あとはまあひどいレビューとかだと無料アップデートクラスのクオリティで、ちょっと期待外れ感が半端ない金返せみたいな。コメントなどもついてました。で、後ほどちょっと Amazon のレビューとかを見ていきたいんですが、結構荒れてるみたいですね。はい。まあ、個人的にはね、まあ、感想動画でも語ったんですが、そんなになんか気になった点はないんだけどね。どうなんだろうか。まあ、いや、そんな形でございます。まあ、良くも悪くも、ね、ストーリーとシナリオが繋がってるから、まあ、本編の延長線上みたいなところが結構大きいですからね。行こう。まあ、海外の方も言ってる通り、なんか目新しい要素とか新キャラ使えるとか、何か新要素があるとかであれば全然問題ないと思うんだけど、やっぱりちょっとね、気になる点がいくつかあるのかなといったところでございます。はい。だからと頼る人たち、
まあとりあえずね皆さん、せっかく買ったんで楽しんでいきましょう。ただあれなのかな、 DLC のボリューム的にはもうこの土日で、全て遊び尽くせてしまうわとか、遊び尽くしたわっていう方が比較的多いんでしょうか。ちょっとそこについては分かりませんけど、まあそんな感じですかね。無理して住みたくなる場所じゃないわね。メタスコアが低いか。けど74はちょっと低いよな。ね、なんか一般的なゲームとかであれば、もうちょっと高く出るもんなんだけど、70代はね、なかなかないってか、しかも70代前半っていうのはな、ちょっと気になる点ではありますよね。ただ、個人的にはですね、今、現在進行形でやっておりますが、まあ、メタスコア話すの難しいけど、まあ、80点ぐらいはあるんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、ぜひね、皆さんの感想などもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ただまあ、このね、なんか個人の意見というか、個人のね、認識っていうところが結構大きく関わってくるので、メタスコアとか評価って、結局なんか人がゲームを判断するので、ね、割となんかその感想って似たり寄ったりにならず、結構個性的な感想とかも出たりとかで、なかなか難しいところがありますよね。けどやっぱりボリューム不足っていったところが大きな不満点なんですかね。話とかを聞いてると、ね。まあ、そこは正直ね、ちょっと否定することはできないけどな、ボリュームがちょっと少なすぎるみたいな。まあ敵も正直ね、若干新しいの出てるところで結局なんかワンパターンだからね。なんか例えば新たな、強力なボスとかがもうちょっと追加されたら、なんか評価が変わってそうな感じもするし、であとはまあアトリエシリーズみたいな感じで、まあ、過去作の主人公とか、なんか過去作のキャラクターが使えるとか出てくるとかになれば、なんか結構万人受けしそうな感じで、ダウンロードコンテンツに仕上がりそうな感じがするけどね。まあ例えばレスナのアトリエみたいな、直近では、まあ、レスレリアーナのアトリエか、厳密には。なんかあんな感じで、なんかオールスターみたいな感じでね、できればなんかめっちゃ評価上がりそうな感じがするけどね。まあゲーム性であったりとか、ゲームの性能といったところは非常にですね、レベルが高いと、自分も思っておりますので、まあ多分そういったね、なんかプラスアルファの要素があれば全然変わってきたんでしょうね。まあそんな感じでしょうか。はい。まあ特に他はね、喋ることがないんですがぶっちゃけね。まあとりあえずちょっと Amazon の方もね、ちょっと見ていこうと思いますので、ぜひ皆さんDLC 購入したんであれば、そこの感想もコメント欄にお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあの